いたします神谷博史君ただいま議題となりました地方公務員法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨をご説明申し上げます。本修正は、この法律の施行期日を令和4年4月1日から令和5年4月1日に改めるとともに、これに伴う所要の規定の整理を行うものであります。何卒ご審議の上ご賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上で、質説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。